ありがとうございました。ペペトミドルアローズでした。初めましての人もいらっしゃるので、趣味で描いているイラストで自己紹介させていただきたいと思います。はい、私、ジムです。数年前に悲しいことあって、周り何もなくなりました。でも今は、ステージ楽しんで、やらせていただきますが、このやり始めた頃はステージ恐怖症で、歌うのとかステージめっちゃ苦手だったんです。なんでだと思います？ステージにはこういった黒い妖精がやってきて、一生懸命練習してもこれがブーンって飛んできて、チクってこの槍で刺すと覚えたこと全部忘れて頭真っ白になるんですね。多分ベテランの皆さんのところにはもう飛んでいくことないと思うんですけど、私のところにはよく飛んでくるんです。これ刺されるとプツッ、めっちゃブルーになります。なんかウィンターブルーとか今あるらしいですけど、そうなんで刺されてもブルーになるんです。なのでステージ怖かったんです。でもステージにはきっといい妖精だっているはず、いてもいいはず。この緑の妖精いてほしいな。この妖精が言いました。大丈夫、跳ね上げるか。黒い妖精来たら飛んで逃げちゃえばいいんだよ。黄色い羽もらいました。なので、頑張ってふわふわ歌いたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、続いて、先ほどの洋楽2曲、ジブリ映画の中で、日本語訳されて挿入歌として使われている2曲を、英語で原曲歌わせていただきました。ジブリ好きなので、次はジブリ映画から千と千尋の神隠し、いつも何度でも、ゲド戦記をリテルの歌2曲続けて聴いてください。
ありがとうございました。今日は客数が少ないので、もう一回 MC で紙芝居をしてみたいと思います。自作の物語聞いてください。女の子、悲しいことがあってめちゃブルーです。とぼとぼと方に暮れて歩いていました。歩いていると森の中に迷い込んで家を発見しました。あれ、このお家なんだろう。とりあえず入ってみようかな。中から出てきたのは、なんと羊の皮をかぶった狼。なわけないですよね。はい、緑の妖精が出てきました。どうしたの？この妖精、なんか不思議な力があるみたいで、悲しい思いでいる人の話を聞き出すのが上手みたいですね。何でも喋りたくなってしまうそうです。女の子は悲しい気持ちをこの妖精に全部話しました。すると2匹の妖精が出てきました。この妖精たちは何でしょうね。女の子の悲しい涙が魔法をかけると種になりました。そう、この2匹の妖精は人々の悲しみを種に変える力があるみたいです。そしてこの持っているスティックをピカッと光らせると、なんと芽が出てきました。こんなに早く芽が出てきたらいいですよね。そしてこの芽が出た種、夜になると青い妖精がやってきて運んでいきます。さあ、どこに運んでいくのかな。どこかに運んでいって月の光を浴びると、あら不思議、どんどん膨らんでつぼみがつきました。そして綺麗な花が咲きました。翌朝、悲しい心を持っていた女の子、花を見つけて、あれ、こんなところに花が咲いてる。皆さんも昨日までなかったところに花が咲いていることありませんか？それはきっと誰かの悲しみから咲いた花なのかもしれません。というお話でした。ありがとうございます。はい、中下からあと2曲です。次の曲は、初めて作詞作曲した曲聴いてください。大好きな子に思いが通じたらいいなと思ってお手紙のように書いた曲です。夢の彼方聴いてください。周りを見てごらん、そこにいるのは誰でしょう。あなたと一緒に遊ぶ人、
ございました。次でラストです。8月からずっと、パーシュカッションお願いしているケイジさん、今日でラストライブになります。今までありがとうございました。では最後に翼をください歌いたいと思います。知ってる方よかったら一緒に歌ってください。チモでした。ありがとうございました。ありがとうございました。